袋をよろしくね。どうぞ皆様改めて大きな拍手でお迎えください。ただいま橋本さんと二たちを迎えました。お仕事を気をつけてください。3連敗したところから4連勝するというドキュメンタリーを見て、棋士の皆さんの本当にすごさ、かっこよさというのに目覚めまして、そこからどっぷり将棋にはまらせていただき、渡辺先生のことをそこからずっと応援させていただいております。でそこから僕将棋大好きになりまして、将棋フォーカスっていう NHK でやってる番組の MC もさせていただきまして、でちょっとした宣伝なんですけれども、すごすぎる将棋の世界っていう本も実は出してるんです。でそれも出させていただいたのも、中で渡辺先生が対談してくださるということで、そこで渡辺先生来ていただいて2時間ぐらいいろんな将棋界のお話、奨励会時代のお話なんかお伺いいたしました。で僕本当に渡辺先生の話が面白くてですね、感激したんですけど、僕が一番渡辺先生と対談して驚いたのはですね、対談が出版社の会議室であったんですけれども、そこの会議室にですね、渡辺先生
フラッと一人で来られるんです。僕でもマネージャーついてます。そんな中渡辺先生が一人で来るっていうのに、あのプライベートでの守りの薄さに僕驚きました。こんな薄い守りで普段暮らしておられるんだなと。でもそういう飾らないところも本当に渡辺先生素敵なところだなと思っております。そしてあのプライベートでもですね、渡辺先生あのご趣味でフットサルとかされてるんですけれども、一度僕もフットサルに呼んでいただきまして、渡辺先生とプレーさせていただく機会があったんです。で僕はあのもともとテレビとかで運動神経悪い芸人みたいなんで出てまして、サッカーなんか全くやったことなかったんですけど、あの渡辺先生に会いたいという一心であのフットサルに参加したらですね、なんと渡辺先生と僕と瀬川翔司先生3人のチームになったんですね。で瀬川先生がキーパーやるからということで、渡辺先生が僕の後ろでめっちゃ指示してくれるんです。高橋さん、ボールキープ、そのまままっすぐ行って右とか言って、僕サッカー全くやったことなかったけど、渡辺先生の指示を受けたの桂馬のような動きで佐藤天彦先生のタックルをかわしておりました。あの渡辺先生の駒になれた瞬間が本当に幸せでございました。あと渡辺先生がですね、最近ツイッター見てましたら、対局前日にサウナに行ったら調子が良かったみたいなことを書かれてたんです。何を隠そう、あの僕サウナが大好きで、自分のサウナを持つぐらい好きなんです。なのでぜひ渡辺先生をサウナにお連れしてですね、サウナ界では僕が九段で、渡辺先生奨励会一級ぐらいだと思うんですけれども、指導したいなと思っております。あの将棋界の皆さん、あの本当に面白い方が多くてですね、一度あの今日来られてます高見太一先生と中村太一先生3人でサウナに行ったことがあるんですけれども、サウナ室に入ってサウナのひだ壇を見て、13に行くか22に行くか迷いますね。サウナのひだ壇を符号でおっしゃってたんで、渡辺先生に指導するときは僕が言う符号の席にお座りいただきたいと思います。今後も応援させていただきます。おめでとうございます。ありがとうございました。本日はこのような会を催していただきまして、また、大勢の方に、参加していただきまして誠にありがとうございます。あの2020年 の, です、ね、あのコロナ禍以降、このような、大勢の人に入っていただく就位式というのは、コロナ禍以降ではおそらく初めてだと思うので、ちょっと私も久しぶりに大勢の方の前でスピーチをするので緊張しているところもあるんですけども、今日の就位式はですね、本当に盛りだくさんで、私が知っていたのは、年賀シートをもらうところまでなんですね。なのでちょっと後のつば九郎はまさか来ると思ってなかったですし、高津監督からメッセージをいただけるとも思ってなかったですし、あのロコ・ソラーレの皆様からあんなものをいただけるということも思ってなかったので、ちょっと今もかなり動揺して何を話そうと思っていたか飛んでるんですけども、このような、3年ぐらいですか、就位式ができていなかった分をですね、ちょっと一気に取り戻していただくかのようなサプライズにすごい驚いているところであります。今期の、行選五番勝負はですね、永瀬拓矢王座を挑戦者に迎えてということになりましたけども、永瀬さんとは以前もこの棋王戦で対戦しておりまして、ただその時は、永瀬さんまだタイトル取られる前でしたので、それから、しっかり、トップ棋士の地位を確立されて、今回、タイトル保持者同士としての、対等な、戦いになりました。そういった意味では大変厳しい戦いになるなということは覚悟して事前に、準備等も進めていたんですけども、その中で実際に戦いの場に行って、将棋を指してまた反省してというような繰り返しをですね、この五番勝負でする中で、私自身もまた、足りないところだったり得たものもある、そういった五番勝負になったかなとは思っております。五番勝負の、内容的なことで言いますと、競った将棋が多かったんですが、その中でも、第1局と、第4局ですかねが、どちらが勝つかわからないような内容になりまして、その中で、際どいところを勝つことができたのが、この
五番勝負の防衛につながったのかなというふうに思っております。まあ、今回ね、この棋王戦は10連覇となりまして、まあ、2013年に獲得したんですけども、そこからのまあ9年間、まあ、10連覇なんですけども、9年間本当にいろんなことがありまして、まあ、いい時もあったんですけども、やっぱり悪い時もあって、まあ、将棋の技術的なことで言えば、やっぱりこの9年間の間に将棋 AI が入ってきて、まあ、技術的にも全然変わったりとか、まあ、いろんなことがあって、そういった対応を迫られたりとか、いろんなことがあったんですけども、まあ、その中でも棋王戦ではですね、まあ、5連覇での遠征棋王になった時ですかね、まあ、これは連覇のみなので多分一度しかチャンスがないだろうということで非常に印象的だったのと、まあ、あとはちょっと何年だったか忘れたんですけども、まあ、その最終局に負けるともう無冠になってしまうっていう状況が一度この棋王戦でありまして、まあ、それをですね、最終局勝って防衛することができて、そこからですね、また巻き返しへの足がかりとすることができたのもこの棋王戦の、思い出です。まあ、この、9年間ですね、本当にいろんな、ことがあって、まあ、指してる自分が指している将棋なんかもまあ大きく変わってきたんですけども、まあ、そういったいい時も、悪い時もですね、この棋王というタイトルと、歩んでこられたということで、もう本当に、愛着があるタイトルになりました。まあ、今回10連覇の、大きな使命を迎えることができたわけですけども、まあ、来年からもですね、一つ一つ、まあ、一つでも多くこの連覇の記録というのを伸ばせるように頑張っていきたいというふうに思っております。最後になりますが、この棋王戦を開催していただいております、共同通信社様、また、寄付の掲載等をで支えていただいております、加盟各社様、また関係各位の皆様方、また、本日ご出席の皆様方、またまあ、YouTube ご視聴などで応援していただいた皆様方に厚く御礼を申し上げまして、挨拶をさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。以上、じゃあ行きます。今日お疲れ様でした。まず、今日まあ、このような、 なんか盛大な就位式が久しぶりだったので、まあ、2020年のコロナ禍以降ではおそらく初めてだと思うので、すごい、なんていうんですかね、すごい久しぶりだなっていう感じと、まあ、今日ファンの将棋ファンの方に入っていただいているので非常に盛大に行っていただいてありがたいなっていうのが一番ですね。はい、やっぱり棋王10連覇っていうところは、まあ、改めていかがですか。はい、まあ、10やっぱ5台に乗せることができたっていうのはすごい感慨深いですし、まあ、やっぱりこのそうですね、獲得からのまあ9年間っていうのは本当長かった、まあ、いろんなことがあったので、まあ、その間そうですね、まあ、いい時期もあったし悪い時期もあったんですけど、この棋王っていうタイトルが、まあ、ずっと残ってくれたっていうのがすごく大きな励みになりましたし、そこからも、まあ、またこう登っていく足がかりにもなったので、そういう意味で非常に、まあ、思い出深いというか愛着のあるタイトルになりました。ありがとうございます。じゃあ主催からは以上で、他何かございましたら。朝日新聞の北野です。首位おめでとうございます。つば九郎と会えた感激を改めて伺いますでしょうか。いや、そう、本当聞いてなかったのでちょっとびっくりしました。いや、年間シートをいただけることは知ってたんで、それまあもらって終わりかなと思ってたんで、まさかそのつば九郎とね、高津監督両方あるとは思ってなかったので、いや、ちょっとびっくりしました。はい、年間シートということで、タイトル戦3つちょうど終わったところで、今シーズン中で、しかもヤクルトは好調ということで、はいはい、いや、6月からも行きますよ。ちょっとここまではあんまり行けてなかったんで、6月から行きます。ありがとうございます。
アベマの伊藤です。玉です。里見女流が、棋王の本戦入りを決められたということで、新たな歴史の扉が開いたと思うんですけども、その点についての、感想と先生のご意見をお聞かせいただけますか。意見はちょっとないんでないですけど、里見さんじゃないから、その彼女が何彼女 の, その価値観とか、例えば何を目指しているのかそういうことがわからない、多分それによって全然、ね、選択って変わってくると思うので、そこはなんかもう多分本に言われるのかなか難しいところかなと思うんですけど、いやでもこの成績をね、去ることながらやっぱり勝った相手をなんか改めて見たときにすごいところに勝ってるなっていうのは思いました。ありがとうございます。どうですか、学生さんだったりいいですか。もう一度最後にもう一度10連覇さ、あの感想だけいただけますか。はい、10連覇の感想ですね。はい、すみません。そうですね、はい、まあ、自分自身のタイトル戦の連覇は9連覇が最高だったので、まあ、そういう意味で、まあ、今回2回目のチャレンジで10の大台に乗せることができたっていうのはすごく、はい、嬉しく思ってますし、まあ、将棋界では2桁連覇ってそんなにやっぱ例が多くなくて、まあ、そこに、はい、そうですね、3人目だと思うんですけども、そこに肩を並べることができたっていうのはすごく、はい、誇らしく思います。じゃあ、ちょっとフォーカスの最後、はい、今日はサバの高橋さんからメッセージもありましたが、はい、普段の高橋さんとの関係性ですとか、はい、今日スピーチを聞いてどうお感じになったかというのを教えてください。いや、高橋さんちょっとお願いしてみて、ちょっと断られるかなと思ってたんですけど引き受けていただいて、実際今日この素晴らしいスピーチをしていただいて本当にありがたかったです、はい、そうですね、ご自身今おっしゃってたように、この数年ですかね、将棋ご覧になるようになって、まあいろいろこう、まあ本とか取材とかそういったところでやっぱお会いする機会あるんですけども、本当に将棋ねお好きで詳しいので、やっぱり我々棋士の話のね引き出し方っていうのもすごい上手いですし、まあこれからもそうですね、なんだろう、どういう関係なのか、普通友達になりたいけど、はい、でそういう感じで仲良くしてもらえたらと思います。よろしくお願いします。じゃあありがとうございました。ありがとうございます。